あだ、はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとね、あだ、危ないって、ちょっと待って、あいない、やめて、危ない危ない危ない、もういない。ちょっと待って、あれは、待って、あれは人間改革なのか、それとも鬼、いや、人間改革だ、人間改革だ、危ない危ない危ない、人間改革は負ける、危ない危ない。どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回もちょっと善逸のね、被り物をしてる状態で、一応暗視ついてるんで、ちょっと気に入ってるんで、今このままなんですけど、今日はですね、大福をちょっと集めて、あと進捗ですね。進捗で、こちら、加減のとりあえず1になってから、はい、上限の6ですね。柱にも勝利するということで、今日は、煉獄さん、挑んでみたいと思います。はい、他の柱はまだ挑まずに、煉獄さんに、やばい、柱最強、さらにダメージを負うことによって、まあなんだろう、姿を変える煉獄さんに挑みたいんですよ。やはりね、あと、今回というか、前回もだったんですけど、実は前回はね、ちょっと煉獄さんに挑むつもりでスキン変えてたんですけど、まあ赤座のスキン、あのまあちょっと今全員言ってたけどね、煉獄さんと戦う時はちょっと赤座のスキンに切り替えて、まあやっていきたいと思います。で、まずはそのために煉獄さんというかね、に戦うためには、やはり防具をしっかり整えていかないといけないわけですよ。なので、ちょっと今回は、このように、おー、加減の位置ですね。まあまあまあ、今日は早めに、おーし、そうそうそう、こういう感じ、こういう感じ。早めに、最高か？ OK！ よし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 、いいですよ。体育、プラス8ということで。いきなり体力っていうか耐久値がめっちゃある。体力ゲット、こういう感じで、あとは上かな、上をちょっとゲットしていって、どんどんその強くなっていく。でまあ血気術としては、まあこの日輪刀があるので、脱皮して8秒間脱皮して強くなるんですよね。でまあでも脱皮、ルイ君のお姉さんの血気術で止めてから脱皮して日輪刀の技でガンガン攻めていくっていうやり方もいいと思うんですけど、ちょっとそこら辺どうしようかな。まあ、とりあえず、ナタグモ山に戻って、鬼殺隊狩りか、大福をゲットするっていうのはあり、いやーまず砂漠行こう。シノブさん、やばい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 、助けて、助けてください。やだ、しのぶさんはやばい、やばい、しのぶさんやばい、しのぶさんやばい、しのぶさんやばい、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当に申し訳ございませんでした。綺麗ですね、しのぶさん、あなたはすごい綺麗だ、あなたはすごい綺麗です。助かったかな。いやー、すごい綺麗だって言ってるのに、待って、こういう時に遺留切りがマジで欲しい、遺留切りが本当に欲しいの、こういう時。もういないでしょ。いや、しつこい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 わよね、本当に。ちょっとやめてください、どうしよう、助け、いって、ちょっとごめんなさい、ちょっと無言というかで、ちょっと撮らせていただきます。いいね、いっぱいある。あ、ダイヤモンド、あったー。いやでも1個か、まあまあまあ、ね、嬉しい嬉しい嬉しいけど、ダイヤモンドより今は血だ、私は今血に飢えている、血以外興味がない男。ダイヤモンドは嬉しい、嬉しいよ、もちろん嬉しいね。でも水がない、しまった、持ってくるの忘れたね。あ、血もあるじゃん、オッケー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 、血あるのはありがたい、よし、おお、血ある、よーし、もうやばい、今ダイヤモンドより血になってる、完全にもう完全に私は殺戮マシンへと変貌を遂げようとしている。忍さんにやられたのが相当悔しかったのであろう、トライアングル氏、私は今殺戮兵器へと、変更変、変わろうとしております。はい、変わります。14個、よーしよしよし、いいぞ。おい、
ちょっと待って、これ危ないでしょ。これマグマ来るよ。ちょっと待って。大丈夫か。そしてダイヤモンド。これ大丈夫かな。1、2、3。これは大丈夫。よし、まあ、ダイヤモンドはいくらあってもいいですからね。ありがたいですよ。しかし血が欲しい。私が求めるのは血なのだよ。慎重に。あ、いっぱいある。いやー、めっちゃある、めっちゃある。来た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 。よし、いいでしょう。もうこれで戻ります。はい、戻って血20個。今飲みましょう。今飲んで、行くぞ。いけー。多分これで、力マックスだと思うんですよ。あとは体力が上がるだけっていう状況になるはず。あ、まだまだだ。まだ鬼の力マックスではないが、これは十分じゃないか、さすがに。こんだけ上げれば、あと回復か。うん、あと鬼殺隊の回復をゲットして、そうだね。オッケーオッケー。じゃあちょっと戻ります。まだある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 よ。あるならいただこう。ある分にはいただく。おお、血あるじゃん。オッケーオッケーオッケー。もうここら辺も全部取ってきます。はい、絶対勝ちたい。あの、前に戻したい。早く鬼編をガンガン、その柱と戦っていく。やばいね、戦いを見したいんですよね、なるべく。だから強くなる分には、まあ負けたら半分だからね。より一にも、やっぱりより一に勝つっていう目標もあるので、ここら辺考えるとね。よし、6個飲みます。さあどうだ。多分ね、このゲージが、3桁いったら、多分鬼の力がね、力はマックスになるんですよ。でこっからはあと多分体力がまあ増えていくっていう感じになると思うので。あ、血だ。よーし、ん、蜘蛛の巣廃校、廃校だ。はい、行こう、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 ある。でもどうする？行く？とりあえず最後に煉獄さん倒す形にすればいいから、行ってみようか。はい、行こう。あ、血あるじゃない。素晴らしい。いいぞ、いいぞ、いいぞ。こういうの欲しいよ、こういうの。こういうのどんどんちょうだい。どんどんちょうだい。魂ちょうだい。ありがとうございます。あ、まだある。ん？今なかった？血。あ、気のせいでござる。あ、ダイヤモンドでござる。ダイヤモンドありがとうでござる。よっしゃ、いいぞ。ダイヤモンドがいっぱい、何本あってもいいですからね、ダイヤモンドはね。血飲んでこ、血飲んでこ、血は飲んでいって、あと多分ね、ワンゲージというか、ああ、ここにもある。多分鬼の力マックスってなるんじゃない？もうこれ以上上がらないみたいな、そのパワーはね、力はこれ以上上がらないっていう風に多分次でなるんじゃないかな。あったち、やっと見つけた。これで多分どうだ、多分上がると思うんだよね。これでいきましょう。1、やったー、俺の力が限界よ。こっからは限界突破よ。もうこれで帰ろう。オッケー。カナオちゃん、あ、ちょ、腕ダメージだ。もう逃げないよ。私は洞窟から逃げないよ。カナオちゃん、勝負だ。君の力がどんなものか見せていただこう。いや、効かない。大丈夫。いける。いけるようになってる。カノオちゃん相手でも。オッケー、よしよし。やった、いいぞ。進捗がちょっと上がってるカノオちゃん相手でもいけるってことは、柱にもいい勝負できる。よし、じゃあ戻りましょう。やった。戻り方わかんないから、また多分、直下になると思います。はい。いた、ま、いや、でも、いやー、イグロさんもいる。イグロさん今近くに、あ、でも離れてったな。ちょっと待って。煉獄さんいる。あれ、煉獄さんだね。教授の鬼にならんか。鬼はいいぞ。まず死なん。ああ、死なん。なあ、お前も鬼にならんか。待って、ああ、びっくりした。はい、これで。よし。待って、装備は？オッケー。どうしよう。ちょっと待ってね。よし、止めた。煉獄教授郎、お前を倒すために私はここに来た。さらばと煉獄教授郎、あー、行け。よっしゃー、教授郎。
なんだ教授郎、よーし倒したぞ。申し訳ない、卑怯な手かとは思ったが、もう海学、ちょっと待って、海学やるか、はい来いよ海学、海学来いよ。待って思ってたんですか、思ってたんですか、危ない。いや、やっぱりお姉さんの強いですね。何お姉さんの技は禁止です、今後は禁止します。はい、まあまあ、でもどちらにしてもこれ鬼殺隊倒し続ければね、全然鬼殺隊に倒せばいいので、こっからは、赤座そしてドーマとかを倒していくっていう形になるかな。はい、でまあちょっと上限のよう達成しちゃってたんですけど、これとは別にこの上限の6とか5とかここら辺もやっていきたいね。でここら辺、これはでも対峙するだから違うな、 WIP って書いてないけど、おそらくまだこれは実装されてないよね。よーし、これで煉獄さんに勝つことができたと。で一応進捗も上がったから、これはまあちょっとね、今後はこのルイ君の鉄器術のお姉さんの技はちょっと禁止にした方がいい気はする。だからまあだとしたら僕は脱皮使うかな。これやっぱり強いと思うんだよ。これはね、個人的にかなり気に入ってる。攻撃力上昇とか再生とかもなんかあるのかな、わかんないけど、うん、攻撃力上昇は強いと思うんで。ということで、じゃあびっくりした、煉獄さんを倒したということで、次回からですね、次回はエンチャントがっつりしていきまして、で柱をね、前土地で終わってしまっていたんですけど、柱を全員倒したりとか、あと上限の赤座ですね、はい、赤座挑みたい。でもその前に牛太郎や、まず玉子牛太郎、そこら辺に挑んで、でもね玉子強いんだよな、普通に玉子強いんだけど、そこら辺に挑んで勝てるようにまずエンチャントしたりのために、経験値上げたりとか、ちょっといろいろ事前準備がいりますので、だから本はいっぱいあるんですよね、本はいっぱいあるので、でダイヤモンドもあるから、ピッケルで黒曜石かなんかを掘って、まあ泣く黒曜石とか、あ泣くっていうか壊れかけのネザーゲートがあれば全然いいんだけど、まあマグマが、水とマグマあればね、黒曜石すぐ作れるので、それでまあエンチャント、次回はエンチャントやって、さらに柱もなるべく倒すという、形になるかなと思います。はい、ということで、いやーよかった、意外と勝てる、やっぱ血をマックスまで上げてると勝てるわ。ちょっともうこれからは柱にビビらず、でも炭治郎とか進捗上がれば上がるほど強くなっていくし、で何よりハードモードなんですよね、ハードモードなので、普通、あ、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっとあれだったかも、視野がかなり広くなっていました、申し訳ないです。かなりハードモードなんで強いと思いますが、頑張っていきたいと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よかった、お疲れ様でした。そっか、鬼殺隊員倒して、あれだ、回復とかもゲットしないといけないですね。うわ、次回、甘露寺さん、義勇さん行くか？